朝の9時ですね。9時なんですけど、見て、なんか日本でいう朝6時みたいな感じですね。もうここら辺マジ最高。見て、この公園があって、いい朝日も見れて、やばいでしょこれ。いい感じ、めちゃめちゃいい感じです。いい朝日見れてんな。あ、すげえ。いい、ちょっとね、髪型についてちょっとね物申したいんですけど、あのちょっとねスプレーを忘れてしまって、あのやばいっす。外ね5分くらいであるじゃん、こんなすごいことになっちゃうんですよ。サンセットやばくない？朝っすよ、朝。朝の今何時だ、9時45分くらい。見て、すごいし、めちゃめちゃいいよね。俺だと24ミリだからな、重いんだよね、こうやって持つのが。髪型も見れないし。どうすか今、あのセーブの R3 でやってるんですけど、重いし自分でも分かんないし、とりあえず一回ちょっと戻りたいと思います。先週だけちょっとフリーだったんで、こうやって散策して、あの Vlog チックな撮影をして、久々に YouTube 投稿します。あの某株式会社 T の T 君が Vlog 撮れ撮れうるさいので、しょうがなく撮りました。まあでも T 君が言ったおかげでね、あのこうやってね久々に Vlog を撮る気になったので、あなたには感謝しております。 T 君わかります？ T 君、まあ、とりあえずちょっと海の方に行きたいと思います。まあね、ラコルニャっていう街なんですけど、まあ、ある選手がいて、その撮影で今回来てて、今回来てるんですけど、もうねスペインって結構 海辺が少ないイメージなんですけど、めちゃくちゃ多いですね。 Vlog ということで皆さんお楽しみにしてましたね。ちょっと今ちょっと自由時間になったんで、今 Vlog 回して、これからねヘラクレス島っていう、なんか世界遺産が近くにあるみたいなんで、とりあえずそこに行きたいと思います。クレストまであとちょっとでございます。とりあえずこういう路面で、ゆうかは真似しないでください。すげえいいわ、やばいね、ちょっと感動、もう感動すぎだよ。とりあえずあそこまで登っていきたいと思います。今回はね、この見て、パト君からもらったヴァンガードのやつを使っております。本当に便利なんですよね、本当にこれ。しかもね、iPhone10 Pro、 いや、ん？ iPhone11 Pro、 これがまたいいんすよね、画質もいいから。もうインカメほとんどこっちでやってます。やばいよマジで。これがね、ヘラクレス島っていう場所ですね。おお、これは絶対一回来た方がいいな。皆さんマジスペイン来たらここマジ来た方がいいですよ。僕スペイン初めてなんですけど、一番最初のところがこれですからね、うん、見てます？原崎くん、一番 Vlog を楽しみにしている原崎武森くん、トランスでね僕と一緒にねスポーツ関連やってたけど、
今こうしてちょっと独立してスポーツやっております。まあ、あなたがいなかったらね、今の私はなかったと思います。まあちょっとお互いに頑張っていきましょう。イエーイ。これめちゃくちゃいいね、本当にマジ便利。パト君ありがとうね、本当にちょっとマジ便利すぎ。ヘラクレスト、あれ世界遺産ですね。まあ久しぶりにこうやって Vlog 撮ってるんですけど、まあ2日前にスペイン降り立って、まあ、今日ちょっと仕事して午後4時くらいからフリーの時間だったんで、すごい、あ、てか近くにそのヘラクレス島っていう世界遺産があったんでちょっと来てみました。やっぱりすごいね、スペインは。いろいろ建物だったり、ヨーロッパはすごいね。でもね、スペイン来て思ったことはね、8時半になってもまだね、真っ暗なんですよ、朝。9時過ぎくらいになってから、なんか明るくなり始めて、もうコンビニも何もやってなくて、本当に気を吸い込んでした、正直。やばい、綺麗だな。もう時差ですんげー眠いですわ。最近ね、今年めっちゃね、なんかいろいろあったんですけど、なんだかんだね、とりあえず出会いがいっぱいあったね。もう出会いの宝庫でした、今年は。宮古島に行ったり、香港行ったり、もうなんかすんげーいい出会いがあった2019年は。まあ正直ね、フリーランスですごい不安だったけど、やればなんとかなるなっていうのは、やばくないこっち。肉眼じゃないとこれは分かんねえよ。この良さをめっちゃ伝えたい。これが神投げか土かだな。おいてめえ、とりあえずお前、おい聞いてんのか、ほら、おい土か。こっちが先だな。黒いな、マジで黒いっすね。先めちゃめちゃ黒いよ、お前。で残るが太一ですね。太一、お前土かいじめる力足りねえよ。やりな、出直してこい、とりあえず。いいな、おい見ろ、こっちの方がいいぞ、本当に。分かったか、土かをいじめろ。いいな、分かったな。はい、さよなら。